はい、どうもライム TV のライムです。今日はフォールザホライゾン4で、98年のインプレッサーをね、使いながら掘り出し物の方をね、見つけていこうかなというふうに思います。まあ最後の掘り出し物かな。最後っていうか、なんか特定の条件で出現するものを除くと、今出てる中ではこれが最後なんですかね。はい、山の方にあるね、掘り出し物ですね。まあ山の方ってことなんで、まあインプレッサーでね、やっていきたいと思います。はい、でまあこのインプレッサーも一応掘り出し物でね、まあ手に入れたものでして、このダッシュボードのさ、こう今ちょっと分かりづらいんだけど、こう日陰に入った時にダッシュボードのこうなんか村っつうのかな、なんか製造村なのかなんか知らないですけども なんかこうちょっと色がところどころ違うじゃないですか。これがね、リアルだなって思った。結構こういうとこ、その単一の素材だから全部同じ色で塗りつぶしちゃおうみたいな、多分レースゲームは結構多いと思うんですがね。フォルツはこういうとこも結構、そのなんか同じ素材でもちょっとこうなんか村があるみたいな。いや、リアルだな、ほんとな。さあ、やっていきましょう。さあ、この辺からそうですかね。この辺から一応掘り出し物が埋まってると考えられるエリアなんですが、すごい高い山があるな。あそこも探さないといけないのかな。結構大変そうですがね。まあ、インプレッサなら多分いけるでしょう。まあ、こんな感じでね、ちっちゃい川ぐらいだったら余裕でね、乗り越えられるんでね。はい。おー、うっそうとしてんな。木が生い茂ってる。全然わかんないね、これね。おー、でも、軽々登っていく。すごいな。これは軽快ですね、この車は、やっぱり。さすがだな。さすがスバル。軽快ですね、すごく。この辺にはないような気がするんですよね。掘り出し物の小屋っていうのは基本的にまあ、平坦な場所にあることが多いので、あんまりこんなすごい斜面の、急斜面の場所にはないような気がするんですが、どうでしょうかね。まあ、もちろんこの斜面がね、いっぱいある場所でもこう、うまい具合に平地を見つけて小屋を配置してるという可能性もね、ありますんで。お、なんか電波塔みたいなのが立ってる。アンテナの種類とかね、無線の資格は一応持ってるんですがね、航空無線なんですが、ただアンテナの種類とか全然知らないっていうね。水平ダイポールアンテナとかね。あー、やばい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 。インプレッサーでもさすがにこの45度、50度を超えるような急斜面になるとさすがに無理か。ちょっときついですね。あ、あった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 。山の上にあった。山頂にあったわ。 山の方になんか小屋がないとか言ってたんだけど、ありましたね、普通に。お、これはなかなかまた渋い車ですね。エスコート RS ターボ。なかなか渋いね、これもね。渋い車がやっぱこう出てくるっていうのは、アナログ世代ってことはアナログ世代じゃないですか、自分は。まあ、なかなかやっぱりね、ちょっと嬉しいですね。はい。そういうことで今回はね、こんな感じで終わっていきたいと思います。景色いいな、ここな。景色いいね。ピクニックで来るにはちょっと山が高すぎるかな。はい。終わっていきたいと思います。以上、ライム TV のライムがお届けしました。よければチャンネル登録、高評価の方、ぜひともよろしくお願いします。次回もお楽しみに。